矢野、ダルビッシュの球を普通に取れる鶴岡ってすごいキャッチャーなんだな。現役捕手時代一番すごいと思った投手について、ストレートは藤川球児ですね。球児はえぐいですね。変化球いらないです。速いんですけど、スピン量がすごいんで、取ってたらめちゃ軽いんですよ球児の球って、と明かした。さらにスライダーはダルビッシュもうすごいなと思って、と振り返った。2008年北京五輪で共に代表に選ばれた際、ブルペンで取るときに追いつかないんですよ。スライダーって分かってるのに、曲がり出したところから追いつかないぐらい、そこからがめちゃくちゃ速いんですよ、と体感。ワンバンも追いつかないんですよ。ここに入ったら止められるなっていうタイミングで自分では入ってるつもりなんですけど、鋭すぎて弾かれるんですよ、と凄さを力説した。矢野氏は鶴岡っていう捕手をあまりすごいと思ったことないんですけど、鶴岡ごめんな、と謝った後、あの時にダルビッシュの球をしっかり取ってたのかと、初めて鶴岡の凄さが分かった、と語り笑わせた。ダルと大谷の球を打ててきたレジェンドキャッチャーやぞ。マグヌスを加速させてたのも鶴岡かもしれん。ダルビッシュ専属キャッチャーとしてメジャー行きの可能性があるっていう話が、当時のハム選手間で真剣に議論されてたらしい。野球関係者はこういう言い方好きだな。実際は160キロの佐々木朗希の球を公立高校のキャッチャーが取れるんだけどね。即席バッテリーだからこうなっただけで、矢野もダルとチームメイトだったら取れるようになるやろ。じゃあ鶴岡褒めるのおかしいやん。公立高校のキャッチャーは取れたが、佐藤俊也は取れないぞ。井口、佐々木朗希の球を取れたのは松川だけ。矢野からすりゃ大半の捕手は格下やし、矢野がしがらみなく野球の話してるときって面白いからな。解説も楽しみやわ。一部は宗教があれんこだろうけど、基本野球選手なんて俺様ばっかだからな。ポジションも競技も関係なくプロ選手はこんな感じでしょ。鶴岡、ダルは試合中に新球種投げるとか言い出す。それを止めるのが自分の生き残る道。札幌ドームは後ろが広いので、後逸したら2つ行かれる。なお大野も普通に取っていた模様。